さて、この夏県内の中学生と高校生が海外でホームステイをしながら異文化などについて学びました。この派遣事業に同行した田上記者に報告してもらいます。はい、よろしくお願いいたします。この派遣事業は中高生が開発途上国に滞在して現地の人と交流したり国際協力などについて学んだりするのが目的で、今回で30回目です。新型コロナの影響で4年ぶりに実施されました。先月下旬、およそ1週間にわたって生徒が滞在したのはこちら、鹿児島からおよそ4000キロ離れた東南アジアのマレーシアです。日本の国土より一回り小さく、人口は3200万人余りと日本のおよそ4分の1です。現地でどのような体験をしたのか、今日からシリーズでお伝えします。早朝、JR 鹿児島中央駅に集合した15人の中学生と高校生、新幹線で福岡空港へ移動し、飛行機を乗り継いで目的地のマレーシアを目指します。どんなことができるかなっていう期待と希望と、ちょっと不安な気持ちはちょっとあります。その当日になってもまだそのマレー語ちゃんと覚えきれてないので、どうあのホームステイ先の人に伝わるかちょっと心配があるんですけど、ジェスチャーとかを通して伝えていけたらなと思っています。鹿児島を出発して10時間、タイのバンコクに到着。そこからさらに飛行機を乗り継ぎ、ようやくマレーシア到着しました。鹿児島からおよそ15時間かかって到着です。マレー系や中華系、インド系の人が暮らし、憲法で定められたイスラム教のほか、仏教やヒンドゥー教、キリスト教などの信仰も認められている多民族多宗教の国です。1980年代、日本の高度経済成長などを手本にした東方政策、ルックイースト政策が提唱され、社会や経済の発展を進めてきたマレーシア。日本にとっても重要な天然ガスの輸入先です。日本からの開発協力の公的資金、ODA は2020年度までに無償援助も含め総額1兆円以上。首都のクアラルンプールは高層ビルやマンションの建設ラッシュを迎えています。マレーシアに到着した生徒の滞在先は首都から車でおよそ3時間、北部のクア村です。高台から見下ろした村は緑に覆われ、まさにジャングル。バスを降りた生徒を村の人が出迎えてくれました。緊張した面持ちの生徒でしたが、それぞれのホストファミリーと対面するとほっとした表情を見せていました。そして村で過ごす最初の夜、一人ずつホームステイ先に分かれます。クア村の住民はほとんどがイスラム教徒。1日5回、自宅かモスクで礼拝を行います。また、豚肉はイスラム教で禁じられているため、油やスープなどにも豚の成分が一切使われていません。生徒は初めてイスラム教の慣習に囲まれた中で生活を送ることになります。現地に着いた途端、現地の方々が温かく優しく受け入れてくださったので、もう楽しい楽しいです、はい、不安がもうなくなりました。一方、戸惑う生徒も。今ここでなんか団らんみたいなのしとって、そしたらここからムカデが出てきて、いやー怖いなー。これあと3回繰り返さないといけないですよね。もうすでに家に帰りたいと思っちゃった。自分がここにいる。なんか異国の村で生徒の夏の体験が始まりました。